ブリタ、これもう浄水器も何ヶ月も使ってるから。普通。あのね、でもね、ブリタも、ブリタは何回かフィルター変えたんですけど、もうね、半年とか使っててもやっぱしね、全然ちゃいますね。そこだけは僕わかるわ。あの、浄水、本当のもう、半年とか使った浄水器であっても、やっぱしね、全然、浄水してないやつは本当、飲めないことない、いや、飲めないくらいきついわ。うん、全然飲める。これなら。イメージもあるかもしんないけど、これも新品新品なんだけど、新品新品、いや、あ、やっぱしね、使ってる分だけだよね。使ってる分だけ、そのいわゆる一発水道水、水道水一発あるけど全然気になんないよ、こんなの。こんなの全然普通に飲めるから。確かに水道水、臭さはこっちのあるけど、もうね、気にならない、気にならない。わかんないよ。わかんない。これとこれはまず間違いなくわかんないし、飲み比べて、あ、ちょっと違うかもしれませんよ、レベル。もう全然。もうだから浄水器だったらもうね、味に関して言えばもう全然、半年くらい使ってもね、もうほとんどその一般生活レベルではもう全然気になんないよ。もう浄水してない水道水と、やっぱ浄水したやつではもう全然違うけど、全然もうね、一緒。味に関しては一緒。その、なんとかトリハロメタンだ、なんだ、あるでしょ？そのフィルターによっては越せないやつがあるから、体には、その物質上は影響、違いはあるかもしんないけど、その、普通に、水道水がまずくて飲めないよっていう人向けだったらもうね、全然多分どれ選んでも一緒だと思うよ。やっぱしそのね、この浄水システム、このシステムを工夫してやっぱしスピードがあって容量もあって、で仕組みもいいっていう、やっぱしこのトレの、これがやっぱしね、断然一押しで、なおかつそのろ過する物質も多いらしい。そこまで僕は気にしないけど、これがやっぱしね、おすすめですよ。よいしょ、ね、トレビーノ、もうこれしかないと思う俺。 PT3